今回は藤田ニコルさん25歳と俳優の稲葉優さん30歳が結婚を発表しました。こちらのニュースを見ていきたいと思います。で、2人はですね、直筆署名入りのコメントを発表しました。私事で大変恐縮ではありますが、稲葉優と藤田ニコルはこの度結婚いたしましたことを報告させていただきますと、これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいりますと。で、8月4日に結婚したのはですね、関係者によると2人で歴のいい日を選んだということで、今年最後の最強開運日である8月4日を選んだと。で、2人の交際はですね、2020年に、一部週刊誌で報じられて発覚したんですが、まあ、そこからですね、交際期間が約3年間で、結婚に至ったと。2月20日にですね、稲葉さんからプロポーズしたということです。で、今見ている動画はですね、藤田ニコルさんは非常にお尻の筋肉というかね、鍛えるのがまあ有名なんですが、橋本環奈さんとかね、岡村隆史さんをも軽々と持ち上げてしまうという藤田ニコルさんの動画を見ていますが、今回は藤田ニコルさんと稲葉優さんが結婚したということで、こちらの記事を紹介させていただきました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。